大家好、陳生です。今日もよろしくお願いいたします、今日はちょっと事務所で撮影させていただきます。今日の動きは外白腿斜部亮掌、その後提膝平衡、この3つの動き組み合わせして練習を一緒に頑張っていただきたいです。この3つの動きするとすごい華やかなカンフーの動きになります。しなやかさもあって、すごい体の柔軟性、そしてあの足の筋力の練習、バランスの練習全部なりますので、一緒に頑張ってみましょう。はい、この3つの動きです。まず外白腿、その後シエル胸筋のポーズ、戻して提膝亮掌いきます。もちろん足外白の時は高く無理しなくていいので、低くでいいので、それでシエルの時はこのくらいの高さいいです、ね。落とすのは無理、しゃがまなくていいです。はい、戻って、ここ頑張って、 提膝は頑張って、バランスとって2秒以上止めて、そして膝高く上げていただきたい。はい、じゃあ一緒にやってみますね。まず立ち姿勢、きれいにリンクした姿勢お願いします。はい、両手頭上から肩ぐらいの高さ、そして両手の指は横に向きます。左の足出して、右の足外白腿、その時よければ左の手、はい、右の足と合わせて、もちろんしなくてカラフリーでも全然大丈夫です。終わって右の足斜め後ろ差し込んで、そのまま、はい、右の足のかかと上あたり座るように、左の手のひら上に向いて、右の手しっかり座って立ってください。はい、終わってから戻って、次左の膝上げて、この左の手は勾手、右の手は連掌、1、2、止めてから終わります。今日は少々難しい、昨日の動きも、ね、コメントいただいた、コメントも書いてた、ちょっと難しくなったっていうあのコメントいただいたんですけれども、でもみんな真似したらできると信じてます、しかも土日なのでちょっと難しく大丈夫じゃないかなと思います。はい、じゃあそれでは一緒に行きますね。流れていきます。はい、用意、そして次外白腿1、はい、シエル2、右の手見てください。はい、戻して、提膝亮掌3、はい、戻ります。OK、 じゃあ大丈夫ですね。これについて流れていきます。用意、1、2、3、はい、戻ります。いかがですか、スピードもっと遅くても大丈夫なのでね。はい、じゃあ最後一回これなしていきます。はい、用意して始めます。
はい、ちょっと今日の動き練習をしてみましたがいかがでした？今日の動き結構柔軟性要求高いと思います。そしてしゃがむ時は、股関節、足、首の柔軟性も必要。立てる時の体幹、TC ピンフの体幹も必要と感じますね。でも無理しないで、足ワイバイというの時は別に自分の、今の体の様子に合わせて低くて全然いいので、ね、そしてちょっとずつ高くしていくとか、それを意識して何よりも姿勢まずまっすぐお願いします。でシェイブの時高いのままで大丈夫です。でも手、その代わりに手はちゃんと上に伸びてください。肩痛い方は無理しないようにお願いします。はい、じゃあ今日もどうぞ、頑張って一緒に真似してやってみてください。ありがとうございます。それではまた明日、バイバイ。